してる以上の言葉教えて、君の心の盾に入れたいから、その目に映るのは Please Please この手に気づいて、いつか Please Princess 俺だけ見ていてほしい、君だけ他には見えないよ、一人示したい、どこにも行く、君の全てを抱きしめたいよ、心が熱くて苦しいよ、この気持ち止められない、知れば知るほど君に夢中になる、感じてる胸のときめきはリアルさ、愛してる以上の言葉教えて、君の心ごと手に入れたいから、渡せない譲れない、早くピースピース奪いたい、その手を掴めたような気がしても、握っているのはいつも別の手で、君は喜んでいる、ピースピース、その笑顔も好き、いつかピースピースで、ミラサガの新作上がってる、うわテラシオン、いいですな、いいですな、ひきうふふふふふ、思い出した思い出した、あれは気にしてもしょうがないやつ、本気にしてもらわないと困ります、なんてね、すいません、先輩があんまり可愛かったのでからかいたくなりました、んもうびっくりした、もうしまちゃんってば、すみません、脳幹だよ脳幹、ふつふつスキンシップだから、これはバレンタイン企画、ミラサガキャラにチョコを送ろう、優勝者には豪華賞品、へえ、優秀賞取ったらキャラデザの田沢さんの描いたデザイン画がもらえるんだって、しかもデザインと応募者の名前入れてくれて世界で一枚の絵、絶対欲しい、まずはどんなデザイン、先輩どうも、あ、しまった、何ですか、私セリヌマ先輩とお話ししたいんですが、なんとなくお前はセリヌマの半径2メートル以内に近づけたくねえなって、先輩、バレンタインコラボの話見ました、もちろん、しまちゃんも出す、はい、だよね、どんなのにする、まだ考え中ですが、アイデアはいくつか、それで提案なんですが、うちで一緒に試作してみません、お前、どの口でそんなこと、お、お二人とも来てくださって構いませんよ、え、むつみ先輩と篠宮くんも呼びましょうか、安心でしょ、それにもらえるわけでもないチョコを作ってるところを見るのも一興かもしれませんし、こんなけど、おーおー、そこまで言うんだったら言ったら、どうぞ、やっぱキャラチョコが定番だよね、ですかね、今日は試作だからとりあえず作ってみよう、まずチョコにしたい絵を用意して、これ私の同人の、うん、横島先生のシオンのイラスト、勝手に使っちゃってまずかったかな、いえ、セリヌマ先輩のお役に立てるのならいくらでも、しまちゃんありがとう、それからどうすんだって、それからクッキングペーパーに鉛筆で絵を写しとる、できたら裏返してチョコペンでなぞって、冷蔵庫で冷やし固めたら色チョコを流し込み、クッキングペーパーを剥がして完成、おー、なんだこれ、すげえうまい、これならマジで優秀賞いけそうじゃん、ダメ、こんなんじゃシオンの美しさが全く表現できてない、シオンはもっと美しい、もっと強くて儚くて、これじゃない、怖っ、それにキャラチョコは他の人もやるだろうし埋もれるかも、確かに目立ちたいなら他の手段がいいかもしれません、3D とかはどうですか、 3D、 つまりこういうのです、こ
喜んで。共にあの星を目指しましょう。はい。なんだこのノリ。できた。どうよこれ、可愛くね。僕のも結構いいでしょ。本当だ。なんでお前らまで力入ってんだよ。で、なぜこっちは丸一日かかって進歩してないんだ。あれ、私立体物をこんなにあれだったっけ。なんかこれじゃない、繰り返してたらどんどん。これじゃ締め切りに間に合わないかも。先輩、力は抜いて、まずは楽しんでね。ありがとう、しまっちゃう。チコ！こら！何してんだ！俺の勘がお前をセリ沼に近づけちゃいかんと言っている。同じく。怖い、女子同士なんだから気にすることないのにな。そうか、二人の勘は当たってると思うけど。じゃなきゃどういうつもりなの？私、可愛いものや美しいものが好きなんです。だから惹かれる、それだけです。要はルックスが好みってこと？もちろんそれだけではないですが。というか、それは五十嵐先輩のことでしょ？73時間の8分、できた。なんで前衛美術に。やっぱりダメだよね。もう何が何だか分からなくなって。大丈夫、結構うまいって。セリ沼さんにしか出せない味があるよね。そうですよ、実に前衛的で。そう、目を引きますよ、珍妙で。珍妙。すいません。セリ沼先輩、よかったら私が作ったこれ使ってください。ダメだよ、こんな立派なの。でもよ、明日応募締め切りなんだろ。入賞のこと考えんなら仁科のチョコの方が確実じゃね。まあ確かに。あんなに練習したのにな。あ、おいしい。あ、そっか、私。え、結局自分で作ったやつ送ったの？何か気に入らないことでも？じゃなくて、あれバレンタインのチョコなんだよね。贈り物なんだってことを思い出したんだ。下手だけど、あれが私の気持ちだから、それを送りたいなって。だからしまちゃん、ごめんなさい。いいえ、素敵だと思います、先輩のそういうところ。いや、そんな。あ、そうだ、これ。いつも仲良くしてくれてありがとう、ってことで。めっちゃギリじゃん。うん、かわいいよな。うん。要はルックスが好みってこと？それは五十嵐先輩のことでしょ？そりゃ入り口はルックスだったよ。でも今は、やっぱ渡したくねえな。その時の俺は知らなかったのだ。そう思ったことが試される日が来ようとは。セリヌマさん。はい。全部食べきったぞ。こんなんなりました。ベーペロ。おはよう。体大丈夫？体重が急に変わるのってあんまり良くないから。あ
ありがとう、心配してくれて。気をつける。眠って目覚めたらいつも先輩がいるんだから眠らなきゃ。絶対に痩せさせる。つっても俺らにはどうしようも。性格いいのは分かってる。痩せればめちゃくちゃ可愛いのも分かってる。じゃあ一択だろうが、俺は性格いいブスより性格いい美人が好きなんだ。ぶっちゃけすぎて引きますね。だが理解できる。そうだろう。あーねえ、おっと、おっか、おいしい。本当にこれ全部もらっていいの？もちろんですよ。にしら、長島くん大丈夫だった？しのみやくんごめんなさい。ちょっと何してんの？だってこんなに丸く柔らかくなってたくさん食べさせてあげたいなって。くすぐったい、よしまちゃん。やめろバカ。はぁ、泣いちゃった。あのね、しまちゃんはお祝いしてくれたんだよ。お祝い？何の？さっきメールが来てね、私のチョコが特別賞取ったんだって。なに？あ、あれが審査員の人がすごく気に入ってくれたらしくて。嘘だ。あ、それでね、受賞イベントに招待されたの。ミラタカの監督さん、声優さんに、キャラデザさん、憧れのスタッフさん、みんな来るの。これは気合い入れておしゃれしたいところですね。板ネイルやりましょうよ。ああ、やるやる。セリヌマ、俺も協力するぜ。憧れの人に会うんだろ。最高のお前で会いに行こうぜ。モノジモくん、だからまずやってろ。いったー。よーし、あと5周。スパルタだな。やる気のあるうちに畳みかけないとですよ。ねえ、なんでこんなことするの？そりゃ少しぽっちゃりしたなって感じだけど。あんたはガンガン行け。先輩、休憩しましょう。あまり無茶はしないでくださいね。平気、港君のために私頑張るよ。次、スクワット20回5セットいきます。かえちゃん、思想出てるよ。そう、体型は変わらないのに塩塩だ。で、あるから、あれだけ動いてんのになんでだ。ナナナナ、もっとメニュー増やすか。ナナ、あんまり無茶させんなよ。疲れてんだよあれは。はあ、厳しくいかねえとしゃあねえじゃんか。それにお前だって早く元に戻ってほしいだろ。お、ただメニューつってもな。お、しのみよ、メニューを一部変更します。先生どうぞ。新メニューに導入するのはオタゲーです。すごいね、これみんな観客でしょ。女性声優さんのイベントだと特に多いよね。結構難しくないか。オタクでもできるからオタゲーなんじゃねえの。僕も練習したらできましたよ。見ててください、その成果を。どれ、いやいや、すごい、うまいよ。目合わせろ。上手、楽しそう。篠宮先生、ご教授よろしくお願いします。はい。じゃあ早速みんなでやってみます。みんな、おたげは集団でやってこそ楽しいんですよ。その方がセリヌマ先輩の応援にもなるんじゃないですか。なんだこれ、めっちゃ楽しい。運動量だし、いいなおかげ。おお、めっちゃ楽しい。そろそろ休憩取ろうか。動き詰めは良くないし。
そうですね、先輩。大丈夫だよ。せっかくみんなが一緒にやってくれてるんだもん。やるよ。何ですか今の音。セリヌマさん。これ以上のダイエットは中止にしませんか。はあ、何言ってんだお前。無理をさせたからこうなったんでしょ。だいたい七島先輩が強引なんですよ。ああ、俺は協力してただけだろうが。抱きつけた本人が何を。あなたが怪我させたようなものですよ。なっ、ストップ。仁科さん、それは言い過ぎ。二人とも少し落ち着いて。やめるにしろ続けるにしろ、芹沼さんがどうしたいかだよ。わかりました。今日のところは私が送っていきます。んだよあいつは。すみません、僕がおたげやろうなんて言ったから。ああ、んなことねえよバカ。おはよう。あ、セリネマさん、腰はどう。うん、ほぼほぼ大丈夫。お騒がせしました。今朝もしもちゃんに送ってもらっちゃって。当然のことです。ジェントルなこった。あ、荷物ありがとう。ごめんね。いいえ、当然のことです。まだ油断はしないでくださいね。先輩どうですか。ご用はありませんか。何でも言ってください。どうしよう、また来る。おいで、セリヌマさん。あの、ゴロシ君。ごめん、様子見てたら少し困ってるみたいだったから、つい、違った。正直、ちょっと助かった、ありがとう。あいつ、心配なのはわかるけどな。みんなに心配かけて、私が調子に乗っちゃっただけなのに。悪いことしちゃった。どうした。気合い入れ直し。え、みんながこんなに協力してくれて、何よりミラサガのために頑張るって決めたのは自分だし、やり遂げないと。よっしゃ、やるぞ。そうだ、セリヌマさんはずっと明るくて前向きで諦めない。君は何も変わってないんだ。どこ行ってたんだよ。ナナ、俺はセリヌマさんのことが好きだ。は？知ってっけど。いや、そうじゃなくて、今改めて彼女に恋に落ちたんだ。今やっとわかった。見た目なんて些細なことさ。このレベルは些細じゃねえだろ。ガルシュッパが。お前はあれでいいって言うのか。今だって素敵じゃないか。一緒と同じ手ごと言ってんじゃねえボケ。本当にまた再会するんだね、ダイエット。はい、改めてよろしくお願いします。私は芹沼先輩をサポートしたいと思ってますが、また怪我するようなことだったら反対です。大丈夫、気をつけるし心配しないで。でも受賞イベントまでに痩せるって目標は同じなんですよね。俺らの出番だな。わっす。またくだらないこと考えてるんですか。くだらなくない。っていうか、なぜ手をつないでるんですか。そんなこともわからないとは。見ろ、セリヌマを釘付けだ。 BL に食いつかずにはいられないセリヌマのために。考案しました、ご褒美クレクレポイントカード。ノルマをこなせば目の前で俺らが絡んでみせようってわけだ。ハグは何ポイントですか。食いついた。3キロ減量したらです。5分で痩せます。セリヌマさん、気
にやったらまた痛めるよ。あ、つい。ゆっくりでいいからペース守って。ずいぶんお優しいですね。そうかな。好きな子に優しくするのは当然なんじゃない。俺、今のセリ沼さんの姿には正直戸惑ってたよ。だって彼女のルックスに惹かれたと思ってたから。だけどいつの間にか彼女の明るさや素直さに惹かれてたみたいだ。今は断言できる。俺はセリ沼さんが好きだ。だから優しくしたいし、何でもしてあげたいんだ。そうですか。その心意気、ちょっと美しいですよ。目標達成。みんなありがとう。素晴らしい。おめでとうございます。よかった。頑張ったな。さすがはセリ沼さん。きつくてたまにへこたれそうになる私をモチベーション高く保ってくれて、みんなのおかげです。本当にありがとう。頑張ったよな俺たち。努力が報われて本当によかった。同感です。失敗。あとはこれだけですね、五十嵐先輩。は？何これ。やる気を鼓舞するため私が書き足しておいたんです。てめえ。美しい心意気を見せてください。ハート。うわっ。え、ま、おい、マジだけど。こうしてミラサガバレンタイン企画受賞イベントは無事終了したのでした。時々の風が私にも吹いた。握りしめた小さな種が弾けた時。始まりの足音追いかけられ篠宮君、元気がないな。今日クラスで喧嘩してるのを見てしまって、それでなんでかとばっちりが僕に来ちゃって。大変だったね。でもどうして。喧嘩なんて暇人のやることだって言ったら二人ともムッとしたみたいで。ああ、そっか。篠宮君は喧嘩とかあんまりしたことない。そうですね、感情相手にぶつけるっていうのあんまり好きじゃないんです。イグアナに聞いてもらえばいいし。なるほど、イグアナはいいね。むつみさんは喧嘩したことないんですか。